ハワイ島のようこです。先日とてもお天気がいい日に用事でヒロに行きました。ベイフロントのサッカー場のところです。青い空が綺麗で風も吹いて気持ちよかったです。ハワイ島でも感染者が増えて200人を超えました。ハワイ州全体では8月23日現在6600人だそうです。オアフの新しい規制は厳しく、しかも分かりにくいので、オアフの方はストレスが溜まっていると聞きました。ハワイ島も学校で感染があったと聞きました。この数週間でハワイ島では60人くらい増えて、特にヒロサイドの方で増えているそうです。これを受けてハワイ島では10人以上での集まりが禁止になりました。ヒロで用事が済んだ後は、ヒロから20分くらいの赤賀の滝へ向かいました。この景色が好きな方も多いのではないでしょうか。晴れた日のドライブは最高です。先日レインボーフォールズがオープンしましたという内容の動画をアップしました。まだ見てない方はよかったらそちらも見てくださいね。リンクを概要欄に貼っておきます。それでレインボーフォールズがオープンしたなら赤賀の滝もオープンしたのではないかなと思い、どうしても赤賀の滝が見たくなって行ってきました。19号線をヒロから北にドライブ。海が正面に見えるこの景色いいですよね。昔駅だったらしいコンクリートの建物が見えたら左に曲がって上がっていきます。こちらはホノムという町。有名な建物、石ゴズ。1910年と書いてあります。さて、赤賀の滝はオープンしているのか。閉まってました。すぐそこに赤賀の滝があるのに立ち入り禁止になっています。コロナで公園はクローズしていて立ち入り禁止って書いています。自分も赤賀の滝を見たかったし、皆さんに今の赤賀の滝の映像をお届けしたかったです。でも代わりにこの海が見える絶景をお届けします。ハワイ島は島全体がパワースポットだなと最近改めて思っています。ここを自分がドライブしている気分で見てくださいね。
前回の動画のコメントでミスターエドズベーカリーのことをコメントしてくださった方がいましたので帰りに立ち寄ってみました。この石子の建物のところがミスターエドズベーカリーです。入ってみましょう。スイーツが並んでいます。そしてここの名物はジャムです。170種類以上もあるそうです。ここのジャム大好きというハワイ島リピーターさんも多いみたいです。本当に美味しいですよね。このお店まだ行ったことない方はジャムの試食もできますので次回ぜひ立ち寄ってみてください。看板猫も待ってます。ブレッドプディングとグアバ味のレアクローを買いました。どちらも美味しかったです。コロナで観光客が減る中、ハワイのお店はどうやってこの危機を乗り越えたらいいのでしょうか。早く安全にハワイ解禁になって、また皆さんが美味しいジャムを買いにハワイ島へ来れますように。この動画で少しでもハワイ島で一緒にお出かけした気分になってもらえたら嬉しいです。コロナはコントロールできないけれど、自分の体調管理や免疫力アップの努力はできるので、今日も免疫力アップしていきましょうね。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。またハワイ島のことやハワイアンキルトのこと、お庭のことなどアップしていきますので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。